県知事選挙と県議会選挙の結果を受けて各党がコメントを発表しました自民党奈良県連の井岡正則幹事長は知事選は候補者を一本化できなかったことが最大の敗因県議選は単独過半数には届かなかったが最低限の結果だ維新とは是々非々の姿勢で臨むとコメントしました 立憲民主党奈良県連の馬淵澄夫代,代表は知事選県議選とも非常に厳しい結果となった県民の審判を重く受け止め活動を強化したいとコメントしました日本維新の会奈良県総支部の井上秀隆代表は知事選は当選がゴールではなくスタートと受け止めている新知事と県議の両輪で県政に貢献してほしい 他党ととのの連携は今後の検討課題になるとコメントしましまた共産党奈良県委員会の細野あゆみ委員長は開発優先の県政に対決してきた議員選挙は党議員団の値打ちは届けきれなかった後半戦に向け頑張りたいとコメントしました